どうもどうも、ジャンプ部屋おじさんです。タイムパラドックスゴーストライター第9話の感想と10話の予想です。第9話の感想ですが、いよいよ、佐々木本人によるオリジナルの原作の部分に突入しようとしています。まあ多分愛の原作の未来ジャンプのネタよりは、担当編集者の反応は悪くなると思っていたんですが、やはりそのような感じで、少しなんだか辛い気持ちになりました。しかしながら、作品内で、半年ぐらいが経過したわけで、もうすでに未来ジャンプからの、ストーリーストックはなくなっている状態なので、まあそれでも連載が終了したなんて話にはならないので、まあなんとか乗り切ったんだと思われます。そして次回、いよいよアイノがアニマの連載を勝ち取りました。独り立ちして、連載作家として活動を続けていくようですが、アニマにホワイトナイトが勝てないとアイノは死んでしまうという未来が待っているという予言がされています。果たして、本当の実力を持っているアイノと、偶然ながらも未来のジャンプからのゴーストライターをすることになった佐々木、ジャンプでの連載での人気といえば、つまりはアンケートの結果だと思うんですが、どのように漫画と漫画のぶつかり合いが演じられるのか、そしてそもそもアイノの死の原因になることは一体何なのか、そのあたりのことも描かれていくんじゃないかと思います。例えば熱狂的なファンができて、そのファンによって殺害されてしまうとか、そのような可能性もあるのじゃないかと思います。そのようなファンが発生しないようにホワイトナイトが常に人気で上回り続けなければいけない、そのような展開になるのではないかと予想しております。そんな感想と予想でした。次回もとても楽しみです。それではまたお会いしましょう。さようならさようならさようなら。ジャンプ部屋おじさんのチャンネル登録もよろしくお願いします。